皆さん、こんにちは。ということでね、本日もやっていきたいと思いますけども、いやー、昨日ですね、えー、ああいうことがあってですね、まあ、動画を出して、まあ、再生数はね、そこまでですけども、えー、まあ、コメントとかね、高評価はたくさんいただいてね、コメントも本当すごいいっぱいいただいてありがとうございます。で、まあ、その中でね、まあ、そのうち打つでしょうとかね、まあ、 待ってるしかないとか、いろいろこう、昨日も言いましたけどもね、うん、えー、打たるなら、打つまで待とう、ショータイムということで、えー、昨日言って、すぐ今日、2発ということでね、やっぱ彼はすごいなっていうところはね、えー、まあ、思いましたけども、そしてまあ、なんか、このなんて言うんだろう、彼のホームランを打つ、で、まあ、2発も打つとかっていう感覚がやっぱり、 まあ去年はねたくさんこうホームラン打ってね活躍したのでまあこういう感覚に慣れてたけどまあ今年はやっぱ初,初めてなわけじゃないですかシーズンでね初ホームランなんでだからなんかこの嬉しい感覚っていうかねおおっていう感覚がなんか久々に来てねなんか元気になりましたねうんということでまあ今日ねショータイム、えー、開演しましたということで開演というか開幕か えー、エンゼルス9対6で、ねえーまあ、勝ったというところで翔、まあ、平は5打数2安打2ホームラン3打点で、まあ、打率が2割を超えて、まあ、OPS も670かということで、まあ、一時期よりはちょっとずつ上がってきましたよというところで、まあ、このまま、ねえー、いい感じで、えー、いけるんじゃないかなと思いますしね、まあ、結局その、まだ1週間だよという話もしたと思うんだけども。 まあ、結局、ここからね、えー、打つごとにまあ打率って全然変わってきちゃうしね、うん、まだ最初なんで、だからまあ全然大丈夫だとは思ってたんですけど、まあ今日のでねちょっと安心してもらえたのかなっていうところはありますので、良、まあ、かったのかなと思いますね。で、まあ今日は、ね、デトマーズが先発でして、えー、3.1イニング5失点 5K というところでしたけどもね、まあ、ちょっと、ね、かわいそうだったかなと。 うん、あのー、ね交代したシーンありましたけどもまあ結局、なんだろうな、後半シーズン後半ここで絶対勝たないといけないっていう試合だったらまだあれなんですけども、まあ、まだねこの前半のところでまあ、あそこでね球数はまだいける状況でうんあそこでまだね任せて投げさせないと、えー、今後ね、ね長いイニングそして、まあ、ピンチになった時に どうするかっていうところがね、えー、出,て出てこないというか学べないと思うんですよね。うん、であそこでパッパ変えてたらね育たないと思うので、まあ、彼は育てないといけないピッチャーですからね今年、うん、あそこはちょっとねまだ早すぎたのかなっていう気がしますね交代がね。で結局その後、まあウォーレンにしてね、えー、あの謎の、えー、満塁から押し出し申告敬遠っていうのがねありましたけども。 まあ,あれも、うん、ホームラン打たれたら4点だしっていうね、その辺のリスクをいろいろとっての、まあ、策なんでしょうけども、まあ、ないかなっていう感じはしますよね。シーガーだって、そんなにね、昨日はまは打たれたけど、まあ、そこまでするほどのあれじゃないと思うんですけどね、現状ね。うん、で、結局、まあ、3点取られたのかな、うん、あれを含めて。 だからまあ、うん、まあ、3点で収まったっていうのはあるかもしれないけど、でも結局あれと、えー、タッチアップと、まあ、ボーク。だからまあ、あれをやったことによる、メンタル的同様のボークとかもあると思うんでね。だから結局、あのまま勝負したらどうなったかっていうのは分からないから、何とも言えないんですけども、まあ、まずはデトマーズ続投でよかったなっていうのと、うん。 あの深刻期はちょっと微妙っていうか、うん、個人的にはないかなっては思いますけどもね。うん、で、まあ、結局そのデトマーズのとこもねあのタイムリー打たれたとこか彼がねそのマーシュもね頑張ればもうちょいで取れたかなっていうねちょっとジャンプのタイミングミスったかなっていうのもあるし、まあ、あれでマーシュがねファインプレーで取ってくれてれば、まあ、まだなんとかなったのかなっていうのもあるし。 うん、でも、それが抜けてねまあ、点取られてあとはもうちょい投げさせた方が良かったのかなっていうのは本当は思いまますよねで、まあ、結局、その後ね翔平の2本目とかねスー・さんのホームランとかウォルシュのホームランとか出てえ今日はだかは5本打ったのかな翔平が2のアデルスー・さんウォルシュということで、まあ、結局9対6でね勝てたからまあなんとなく良かったというか、まあ、また監督を救えたのかなと思いますし。うん まあ、多分あの作についてはこのあとね、まあ、今、インタビューとか受けてて、いろいろ話が出てきてると思うんですけどもね、うんまあ、ちょいびっくりだしいろいろとね、まあ、言われると思うんですけども、まあ、でも勝ったからよかったかなと思いますよね。うん、で満塁で敬遠、ね、なんかするっていうのは、まあ、バリー・ボンズとかですよね、確かねで、ハミルトンだっけな、元レンジャーズかなんかの。 の時もやったらしいんですよねマドンさんただまあね、バリー・ボンズとかね、満塁でもまあ満塁ホームラン打たれたらやばいなっていうのはわかるんだけど、うん、シーガーだからな、まあ、シーガーもいい選手だけどもね、昨日も打たれたしね、ただまあそこまでしなくてもいいんじゃないのっていうところですよね。まあでも選手たちにまあ感謝だろうな、今日も。あの後まあ点取って、で、結局、 まああとはループだよね、影のヒーローっていうか、うん、彼がまあちょっとね、系統のあれで1イニング足りないなってところなんだけど、2イニングいって、でまあテペラが買いまたぎで、でイグイグと、まあそこからね、えー、5点相手に取られたあのところから、もう無失点でいけたのでね、まあそれも大きかったし、まあ去年までのエンゼルスだったら、ここで逆転して、 その後でもまた抑えられないで逆転されて負けるっていうパターンが多かったんですけどまあ今年はやっぱちょっとね違うなっていうところ、うん、を見せつけられた試合だったっていう感じですかねうん本当ループテペライグイグと、えー、あのあと晴らしい感じでね抑えたのが良、えー、かったのかなと思いますねでも、まあとここのところね、あのー、フレッチャーが IL に行ってねあれですけども ベラスケスス、まあ、ベラスケがね、えー、ショートに入ってまあ、今ね、ねちょっとやってるっていう感じですけどもね結局、フレッチャーがショートじゃないんだったらマドンちゃんのお気に入りはやっぱベラスケだったのかなっていう感じでねまあ、今、使ってますけども、まあ、彼もなんかまあ、打つ方はねちょいちょいちょっとヒット出始めてまあ今日も、ね、惜しいファールまあ、翔平も、ね、惜しいファールありました,ありましたけども。 まあベラスケもね、いい感じのファール打ってたりして、まあ、翔平のそのツーランのとこもね、彼が出てっていう感じだったので、まあ、なんとなくいいし守備もまあいい感じのプレーしてるんじゃないかなと思って見てるんですけどね、ね。どうですか,、ねうん、だか結局、まあ、ショートを固定したいっていうのでフレッチャーをショートフレッチャーは絶対的に出る,出るでしょうからね、レギュラーで。 でまあショートに置いて固定したいっていうところがあったんでしょうけどもね、ショートをごちゃごちゃ変えるのはあれなんで、ただ結局、まあそのせいか分かんないけど、フレッチャーは、ね、故障っていうか、張りとかいろいろ出ちゃったっていう話なんで、まあうんフレッチャーセカンドで、まあ、ベラスケスでねショートでもまあ良かったのかなとね思いますけどもね、結局ウェードよりはまあベラスケをねショートにしたいんでしょうね、マドン的にはね、うん、普通にそれを使ってるから。 だからまあでもフレッチャーが戻ってきたらまたマイナーに落ちちゃう場合もあるしっていうのでねまあいろいろ難しいけど、まあ、現状、そのベラスケ結構いい感じでちゃんと守ってんじゃないかなって思いますねだからこれでちょっとねもうちょい打てたら、えー、いいなって思うのとあとまあウェードに関してはやっぱりダイソーとか守備固めとかで、えー、使えれば、うん、だからそう使えるだけの,、ね、この層の厚さがあれば、えー、いいなって感じなんですけどもね。うん ただまあそういうふうに、ね、1点取る野球っていうところでねまあ使えたら本当にいいなって思う選手なんでね、ねこの前みたいにだそこまで取っておきたいっていうのがありますね、個人的にはね。まあでもね今日は本当によく勝ったしまあ翔平2本、もうちょっとで3本でしたけどもね、あのファールもね。だからまあ状態的にはその ホームラン打ったところもね、あのーまあ、96マイルぐらい、まあ、その100マイル近い球ではないけど、まあ、96マイルだって速い球ですから、その高めをこう,うまく打てた。で、まあ、個人的にまあ,あれも変態ホームランだなって思うのが、もう角度がねこう、こうじゃないですか、ホームランってね、もうこんな感じで上がっていったんですよ、真上みたいなので、それで入っちゃうんだからびっくりなんだけど。 1一発目のホームランね。で、2発目のやつはもう完璧でしたね、あれは、うん。本当にもう完全っていう感じで、あれも結構飛んでたと思うんですけど、だからまあ状態やっぱそんなに悪くなかったし、本当にちょっとのこのズレっていうかね、そんなところだったんじゃないかなと思いますので、まあちょっと今日でね、いい感じの気分になったと思うし、うん、乗っていけるんではないかなと思いますので、まあ明日からね、また、 えー、明日以降も、えー、期待できるんじゃないかなというところでは思いますね。と、うん、いうことでまあ、ねえー、大谷翔平ファンの皆さんね今日は本当に久々になんかこの気持ちを味わったんじゃないかなというところで、ねえー、非常にいい週末というか、まあ、土曜日だったんじゃないかなと思います。 ということでね、本日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、Twitter、コメントよろしくお願いします。では、わります。<music> えー、久々にね、雑談に行こうと思いますけどもね、いやー、ほんと今日はね、本当に良かったって言ってこと、まあね、えー、この前ちょっとね、あのー、動画の説明欄っていうのかな、そこには記載したんですけど、 まあ、うちの、ね、愛犬が亡くなったということで、まあ、ちょっとねこのところ、まあ、やっぱりメンタル的にきついっていうのはあったんですけども、まあ、今日ね、えー、翔平が活躍したということで、まあ、ちょっとね元気になったかなというところですねでまあこのところねその新しく多分見てくださってる方も増えてるのかなっていう感じで、まあ、その再生数的にはね、あのー、ちょっとバーンっていく人 低、まあ、調な人っていうところでね、まあ、あると思うし、まあ、ただその何て言うんだろう低調な日でもその平均的なね、えー、数字的にはもう前よりかは全然ね上がってるとは思うんですよねで、まあ、その中でまあそんなに再生数がいかなくても登録者数はちょ,ちょこ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 増えてるっていう状況なので、まあ、やっぱりその必ずこう見てくださる方が一定数まあいて で、あとは、こう、登録してない人がね、こう、ちょこちょこ見てくれるっていうか、そのね、幅だと思うんですけど、再生数の差はね。だから、まあ、一定数の方が、こう、いて、で、あと、なんだろう、おすすめとか、なんか、動画に出てくるところで、まあひ、広くね、知れ渡る日だと、えー、その分増えるって感じかなと思うんですけどもね。ただ、まあ、その中で、まあ、どっちかっていうとね、前から言ってるんですけど、このチャンネルは、まあ、なんだろう、 万人受けしないチャンネルというかね、うん、マニアックな方のチャンネルというかね、だとは思うんですね。あの、まあ映像は使わない。で、まあその野球のことについてはまあ話す。で、まあ翔平のその、なんだろう、野球選手じゃないところに、ね、ついての部分についてはそんなにまあ注目してね、映像を流すわけじゃないので、まあ、どちらかというとマニアックなチャンネルだとは思うのでね。だからまあ皆さんがこう見つけて、 さらに、まあ、続けて見てくれるっていうのは、まあ、うん、すごいことだなと思うんですよね。僕からするとね。だからまあ、えー、いつもね、配信ありがとうございますっていうね、コメントとかもいただくんですけど、まあ、こっちがありがとうございますなんだよね。あのね、そういう感じのチャンネルでも見てくれるというところでね。そしてまあ、見るだけはね、あれだけど、まあ、高評価をしてくれる人もいるし、コメントをね、 毎日るる方もいいしというとうころで、まあ、そういう方がいないとこうただ一方通行でね、うん、やってる感じになってねあんまりなんだろうね、うん、続けていく意味もなくなっちゃうかなと思ってただまあ本当に何だろう映像使わないでやってる最初の頃っていうのはまあそういうレベルの時もあったと思うんですよねそんなにコメントもないしっていうだからそっから比べるとね、えー、かなり えー、色々コメントをいただいてまあ本当嬉しいことですよねでまあその中でいろいろな意見が飛び交ってっていうことでねまあやってる意味があるっていうかね野球の話をこうする場っていうかね、うん、だからまあ居酒屋でそういうねまあ今居酒屋ってあんま行かないと思うけど、えーまあ、野球の話はするけどねメジャーの話はそんなにする人はいないよねっていうところでまあそういう場になればいいなと思ったんですけども。 でもよくよく考えたら、その居酒屋で、まあ、そのね、何千人にこう、そのメジャーの話を届けようと思ったら、まあ居酒屋では無理だしね。だからやっぱ、そう考えるとね、まあ、その、他の YouTuber っていう人たちと比べるとね、そんな再生数はないんだけども、ただまあ、2000とかへ行くだけでも、まあ、2000人が見てるわけじゃないですか。だからまあ、そう考えるとね、 まあ、居酒屋レベルで2000人にこの話を勝手に伝えるとなるとねまあ難しいからね、うん、だからそれだけでもすごいことだなと思うんでね、うん、ではまあ日々ありがたいですけどもねコメントもいっぱい頂い,いてなのでまあ皆さんもねこうコメント僕とこうコメントやり取りしてるのもいいんですけども他の人のコメントにもねまあいろいろと、えー、やっていけ やっていただいたただらねまた面白い意見がこうね入るのかなと思うしまあそういう時はねやっぱり、まあ、一応ねそのなんだろう書き方を気をつけてというか、うん、それだけはね考えてほ、まあ、他の方ともねコメントで交流していただけたら、まあ、もっとね面白いチャンネルっていうかコメントのねその場になるんじゃないかなと思うのでね、まあ、その辺も、えー、ちょっとずつねやってみていただけたらなと思います。 ということでね、えー、いつもご視聴とコメントとかね、えー、高評価とか、えー、いただいている方ね、ありがとうございます。ということで、えー、今日は久々にね、雑談も入れ込んでというところで、まあ、ここで終わりたいかなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。